倒れていたのは妓女とその客。部屋には酒とタバコの匂いが充満していた。酒瓶が二つ。これは麦わらか？キセルにタバコの葉。これ炭。わかった。遅かったな、親父。この子が足を気遣ってくれたんだ。炭は潰しておいた。すぐに薬草に混ぜて飲ませよう。あの人は無事よ。